おはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX の相場解説はちょっと長いですよ。まずはいつも通り相場解説これありますけども、昨日一昨日あたりからずっとね、今週のクライマックスが来ると思ってレンジの黄色いボックス作ってたでしょ。あそこが私の気合いの表れなんですけども、あそこをブレイクしてからものすごく利益が取れる、その形が見えたと思います。そちらの方にフォーカスして1時間足をちょっと最初はね、連続して振り返りながら解説してまいります。その後で日足4時間というふうにね見ていって、そして最後はですね、視聴者さんからの感想、体験談、これを2点こういただいてますんで、そちらの方をちょっと長くなっちゃうんでね、そこでそちらの方は一部を抜粋してお届けしますんで、心してかかってください。それでは画面を切り替えます。こちらです。はい、まずはね、昨日の相場解説が終わって1月27日の朝10時です。この時に押し目予告が出てるの、皆さんご覧いただけましたか。ちょっと順を追って説明しましょうね。まずは黄色いボックスがあったと思いますけども、黄色いボックスね、見えるでしょ、これここをアウトブレイク、1回目のアウトブレイクはすぐ戻っちゃったんで効果がなかったんですけども、2つ目のアウトブレイクは補助線をね、斜めにも引いたところがあって、多くの方が入れたんじゃないかなと思います。もう上昇はかなりね、確定的だったんでね。で、こっからエントリーして倍で、エントリーするとですね、ここにチャンネルラインが被っていくんで、まずはここまで利益が取れたんじゃないかなと思います。その後もう一跳ねするんですけども、ずっと前に引いた線がここで生きてくるわけですよね。114円の732です。ここまで価格がぐんと伸びて、そしてやっぱりね、私と同様同じポイントで上級者の方が利確したんですよ。だから一気に価格が下がりました。しかし114円の520でまたね反転してくるわけなんですよ。この114円の520あたりでの反転っていうのは、なんでね、予見できるかっていうと、ここです。114円の520というのは、上髭を大きく出したところと、下髭を大きく出したところが、ちょうどこのポイントなんですよね。だからこの水準までは、押し目が来ると見るんですよ。これは今までお話したことがなかったんですけども、今やっとね、お伝えすることができます。まあですんで、ここで私は利確しました。多くの私と同じようなレベルの方、私以上の方も込みで、ここで利確したが多かったと思います。利確したんですけども、だからこそ、これ押し目ができるわけですよね。で、押し目のポイントがだいたい110円の520だということで、押し目予告を、私はね、自分で持ってたわけなんですね。で、この後、ぐんと上に伸びるというふうに思いましたので、この水準でもう一回、買いでエントリーするわけなんですよ。そうするとどうなるかということなんですけども、はい、 N 字上昇が完成しました。昨日の18時、先ほどの1時間軸から8時間後のことですね。綺麗に反転して上昇したわけですよね。 N っていうのがね、いつも私の脳裏をよぎるわけですよ。ポイントとしては随分前に引いた110.732がこの赤線ね、ずっと私残したでしょ。これがね、未だに生きてるんですよ。未だに生きてるんで、絶好の利確ポイントになって、そして、114円の520、ここ。ここが押し目のポイントになってですね、さらなる追撃ができるようになったということで、ここまで18時に取れていて、ここでエグジット、昨日のトレードは終了ということなんですよね。ところがですよ、まだ続きがあります。3枚目見ましょうか。これがですね、先ほどです。今時間にして4時31分なんですけども、ちょうど4時。4時の瞬間の、これがチャートなんですけども、利確した半値を持ってですね、私は追撃するつもりです。ですので、ここでエントリーしております。で、こっから、さらなる上昇を見込んでね、28日、金曜日は、18時まで粘ろうかと思います。あとはもう私ね、チャートを見ません。どうなるかわかりませんけども、昨日の利益の半分を使って、もう損のない形でね、
ここから追撃していこうと思います。昨日のね利益はねちょっとえげつなかったんで、1日の利益としてはね本当に年間数回しか取れないような大きな利益になりました。でその利益の半分を持ってここから追撃戦に入ろうかと思います。これ負けてもここまでの利益が半分になるだけなんで、全然痛くも痒くもないんですよ。プラスここで勝てたらもうね多分ね1月にして今年一番の利益が取れるんじゃないかなと思いますよ。はい、以上でございます。これが振り返りですね。じゃあ普段通り1時間と4時間を見ていきましょう。1時間軸なんですけども、ここを見てください。ここね、このポイントが力点になるから、ずっと線を引いて115円の430というところに赤線を引きましたね。見事にここに当たったら下ヒゲを出して潜ってるでしょ。今110の191ですよ。だから侮れないポイントですよね。そして113円の600でこう跳ね返って上の方に行きました。この流れもきっちりと使いましたよね。見事ですね。このラインも随分前に引いたやつですよ。こういうふうに今5本の赤い線が引けてますけども、この5本の線ってのがいつまでも影響してこの一角を作ったってことなんですよ。この一角をね。でこういうチャートに補助線をいくつもいくつも引いてしまうとちょっとごちゃごちゃするんですけども、上手になると必要な線だけ引けるようになるんですよね。まあ、ですので私の相場解説は非常に分かりやすいっていうのは、必要な補助線、必ず使う補助線がこうやってしっかりと赤なり黒なりで引かれていて、使わない補助線が全然出てこないことなんですよ。多分ね、FX とか覚えたての方って補助線だらけになって何が何だか分かんなくなると思うんですよね。もしくは逆に補助線がほとんど引けなくってどこに引いたらいいのか分かりませんみたいになるんですよ。そこでですよ、中級編で補助線の引き方をいっぱい練習していただきました。 FX の中級編講座ですよ。昨年ね、何名かの、結局ね50名ぐらいの方に販売したと思うんですけども、でその中で中級編に取り組んでいただいた方には、私の方にね添削依頼が結構来ました。で添削依頼に対して私一生懸命ね返信して、補助線の添削をしましたよね。そうして身についた力で今日も昨日も今月も勝ってくれたんじゃないですかね。じゃあ4時間もう一回見てみましょうか。日足の次は4時間ですよ。4時間を最後に見て、視聴者さんから受講生さんからの声に移ろうかと思います。はい、これですね、4時間で見るとダブルボトムが確認できるんじゃないですか、こことここにね。だからこれはね、結果論です。4時間そんなに見てないんで、見てみたら結局はダブルボトムをつけてこの水準まで、この赤いところまで戻ってきたでしょ。115円の430までね。このね赤いラインがね、いつまで経っても使えるんですよ。ずいぶん前に引いた下の線がこれ113円の600でしょ。できっかけはこれね、レンジの黄色い箱を作ったところなんですよ。ここを超えたら大きく上の方にズバーンと行きますよってことなんですけども、アウトブレイクね、1回目はちょっとねすぐ引っ込んじゃったんで失敗したでしょ。でもう1回ぐらいトライしようかなと思って、私最悪3回目までトライしますからね。さあ2回目のトライでもう一直線に上がっていったわけですよ。これで勝てずして何で勝つっていうんだ。逆に私のこのね FX の中級講座ちゃんと聞いてれば、補助線をちゃんと練習してればこれがいつでも取れるってことなんですよね。凄まじいでしょもちろん下落でも取ってますからね下落でも取って、ここでも取って、ここでも取って、はい最後ここでも取ったみたいなね。で振り返ってみたら、4時間はめったに見ないですけど、4時間で見たらダブルボトムやっぱりできてきたんで、4時間でダブルボトムに気づいた方は、ここで大きな上の流れがね取れていたってことにもなると思いますけどもね。はい、いかがですか。もうね感動しますよね、もうこうなってくると。いや私はね本当感動ですよ。こういうふうに利益を出してくださる方が、これからお話ししますけどもね、今回の1月の28日を前にしてもうねメールをくださってるんですよ。ありがとうございます。もうメールいただいて、で2週目もメールはいただいたんですけども、今回は顕著でしたね。ということで2名の方紹介したいと思います。1人目、50代女性、中学生の女の子を持つシングルマザーです。前略で
いろいろと書いてくださったんですけども、そこはちょっと抜いてですね、大事なとこだけお話しますね。昨年 FX 中級編を受講した時、補助線の添削を何度もいただきました。あれが昨年の11月頃から効果が出てきて、久保さんの相場解説がさらに分かりやすくなりました。ここでエントリーと久保さんが言ったことを頼りに、私もエントリーとつぶやきながら仕事に出ています。ロスカットラインとリスクリワードの確認メールを送るとすぐに返信が来るので、安心して夕方の利確に持ち込めます。まあ、すいません、ここまで当てにしちゃいけませんよね。ダメですよ。はい。1月に入りもう15万の利益確定で、ついにパート収入を超えました。この私が FX トレーダー、信じられませんというふうにメールをいただいてます。まだメールは長いんですけどね、まあ、抜粋して一部をお届けするとこんな感じです。この方はね、自分でもこうやって書いてますけども、私がこう相場解説をするからそれに合わせてやってるんですよね。だからそれじゃダメですよ。あくまでも私のは参考にしていただいて、決断は自分でしてくださいよ。自分で根拠を持ってやるんですよ。で、私の相場解説を参考に、もしくは答え合わせに見るぐらいがちょうどいいです。じゃないと私が配信やめたら急にエントリーできなくなるでしょ。ここでも書いてますけども、ここでエントリーって私が言わないと、私もエントリーって言えないってことは、私のミラートレードしてるに過ぎないんですよ。それは本当の力ではありません。ただね、私のトレードを信頼してくださってるっていうところで、あとは私の中級編講座を信頼してくださればいいんで、あともう一歩ですね。ありがとうございます。ではもう一名、紹介したいと思います。60代男性です。この方もメール長いんで、ちょっとね、一部を抜粋でお届けします。3年前に速稼塾に入れていただいて、毎日なんとなく更新通知に掲載されているいろんな動画を眺めていました。その中でも FX が興味が深かったので、たまに久保さんにメールをさせていただきました。確かそうだったですね。いつだったか、今日から始めて 1,2 年後に勝てるようになっても FX は十分人生の元は取れると思います。まあ、そういうことを私が言ったんですよ。この言葉を頼りに意を決し、昨年の FX 基礎講座と中級編を購入。毎日みっちり勉強していましたが、本当に勝てるようになりました。勝てるようになるでしょ。今は資金投入量も少ないので、毎月3万円から5万円程度のプラスです。それでもいいじゃないですか。3万から5万の副収入、なかなか作れないですよ。あとは勇気と決断力を鍛えて本物のプロトレーダーになろうと思います。もうすぐですよね。ここまでいったら FX 上級編は個別だそうですが、40年ほど勤めた私の会社もそろそろ潮時です。もう定年が近いんですよね。しっかり退職金も出ると思いますので、一括でお支払いします。おお、ありがとうございます。高いですよ。まあ高いって言ってもね、すぐに元取れますよね。確かにね、すぐ元取れる。ただ一発トレードで取れると思いますよ。多分この27、20、28のトレードの勝ち金で払えるんじゃないですか。払えないか払えるか払えないか分かりませんけどね。でもこの27、28で少なくとも10万ぐらいは稼げてると思いますよ、この方は。しっかり退職金も出ると思いますので、一括でお支払いします。心して受講したく思いますので、よろしくお願いします。老後2000万円など、もう怖くありません。全然怖くないです、もう。私の残りの人生20数年を久保さんと FX にお預けいたします、というね、強い決意をいただきました。まあ、任せてください。まあでもね、FX で自立しちゃうと、多分私との関係、徐々に、ね、手放していくんじゃないですか。そんなこと言ったら寂しいですかね。でもね、それでいいんですよ。私が必要なくなったら、それが本当の速稼塾のスタートなんですよ。だから、ずっとね、私についてきてくださるのもありがたいですよ。嬉しいですよ。でも、本当は独立して、もう自分の人生、自分の塾を運営するぐらいになっていただくと、私も嬉しいなと思います。今までにもね、私の速稼塾、第一期生から始めてきて、2013年の。独立して自分の塾をやってね、そこでタワーマンションに住んだりとか、お母さんお父さんに家を買ってあげたりとかね、まあそんな報告聞くと本当に速稼塾始めてよかったなと思いますし、まあ全員が全員ね、うまくいくもんではありませんけども、でも大げさなこと言ったら、私がいなかったらその一部の方ですらいなかったんだろうなっていうふうに、こうやって振り返ったり自負したりしてるんですよ。ですからこれからね、もっともっと分かりやすいFX もそうですけども、その他のコンテンツに関しましても、本当にね、取り組みやすくって、飽きにくくって、そして、私がいなくても、ずっとできるようなね、そんなメッセージが伝えられたらなと思っております。今回、長い動画になりましたけどもね、ありがとうございます、どうも。
じゃあ今週の相場解説は以上です。本当はお疲れ様でした。これからやることってのは私がね追撃モードに入ってますから、それを見てどのように判断するかです。もう今週の利益確定はもう終わりです。こっから付け足しになりますんでね、今週の相場解説しっかり見ていただきましてありがとうございました。もうね今月1月ですけども、今年一番の利益になったんじゃないですか、これが。本当にすごいですよ。めったにないです、こういうの。お疲れ様でした。